ゲートが開いた。ノアの箱舟もうまく飛び出したが、ちょっと出しがつかないか。さあ先行争い、早くも宝スキール青い帽子が行きました。ムチを使ってエルプスが行きました。エルプスが先頭に立ちました。エルプスが先頭、2番手に8番の宝スキール、3番手3番のロイヤルコスマーでありますが、7枠の2頭アイランドゴッテスとダイナシュペールがこれをかわしていこうとしております。アルファローズが続きました。その外へ青い帽子でありますが、イブキマレリーナ、外を通りまして8枠からダイナフォーカスが内を通りまして1番 MT イーストであります。さらにラッキーオカメ、赤い帽子に注目してください。ラッキーオカメ、ゼッケン番号6番であります。その後ろ白い帽子がノアの箱舟、なんとしても5着までに5着以上に来たいところであります。さあご覧のようにダイナソレイユも差を詰めて第3コーナーをカーブして第4コーナーに向かいますが、前の方は依然としてエルプスが先頭でありますが、内からスーッと不気味に3番のロイヤルコスマーが4番手に上がってまいりました。2番手には8番の宝スチールでありますが、大外から赤い帽子ラッキーオカメ、大外から赤い帽子ラッキーオカメが差を詰めてくる。ご覧のように各馬固まって第4コーナーをカーブして、おっと危ない、エルプスがつるっと滑った。内の方からロイヤルコスマー抜けるか。ロイヤルコスマーが抜けようとしております。ロイヤルコスマーとエルプスでありますが、ロイヤルコスマー抜けたか。外からラッキーオカメ来ているが、先頭は依然としてエルプス粘っている。逃げ切り体勢、内からもう一度ロイヤルコスマー、外から宝スキールでありますが、この2着は際どい。エルプス逃げ切った。去年暮れの3歳牝馬ステークスに続いて重賞2連勝、4勝中3勝が重賞勝ちです。2着争いはロイヤルコスマーが人気の宝スチールに花差先着、ラッキーオオカメは5着と敗れました。スプリング